奥田秀夫氏の人気小説を映像化した NHK プレミアムドラマ我が家の問題の試写会が1月26日東京渋谷の同局で行われ主演の水川あさみをはじめ小泉孝太郎小池徹平演出を担当した萩生田浩二監督が会見に臨んだ本作は夫の異変や新婚生活に悩む4人の若妻を 各話の主人公とする一話完結形式のオムニバスドラマ。水川が若妻たちを一人四役で演じるほか、各エピソードの夫役に、小泉、第一回、夫と遊方に悩む妻、大谷良平、第二回、仕事ができない夫に悩む妻、勝次良、第三回、初めての里帰りに悩む妻、小池、最終回、甘い生活に悩む妻が起用されている。 萩生田監督は撮影期間は1ヶ月弱。その期間の中で水川さんはそれぞれ悩みを抱える妻の心のひだを表現してくれました。桁外れの精神力を持つ彼女に支えられた現場でしたと振り返っていた。短期間で4役を演じ分けた水川はとても難しかったですし、お芝居には瞬発力が必要なんだなと初めて感じました。 こんな経験はなかなかできないと10回。さらに本作を通じて、夫婦に対して未知な部分はありますが、一番近くにいて、寄り添っている人でさえも、このドラマのように価値観が違ったりする。それは大変なようで、とても面白くて、素敵なことなんだなって思いましたと、気づきがあったことを明かしていた。公園で UFO を見たと言い出す夫、達夫にふした小泉。 初共演となった水川を本当に助けられました。包容力があって素晴らしい感性をお持ちで集中力がズバ抜けていると絶賛すると僕が出演する話は特殊な内容ではありますが水川さんのおかげで素敵な夫婦の形を作ることができました。夫婦力という言葉があるとすればそれは何千万通りの形があるはず。夫婦力こそ 我が家の問題の何とも言えない余韻に浸れる大きな魅力の一つだと思っていますと語った。一方、水川は小泉さんのパブリックイメージは真面目でとても爽やか。実際の姿もそのまんまなんです。だからこそ、風変わりな達を演じた時のギャップと説得力がすごい。かっこ笑いと撮影現場では笑いがやまなくなってしまったようだ。 妻との生活を窮屈に感じてしまおうと、純一役の小池は、4はそれぞれが全く違うテイストで楽しめるとアピールすると、小泉と同じく、水川さんは素晴らしい集中力で現場を盛り上げてくれたとにっこり、純一はストレスをためて自宅ではおならを我慢してしまうという役どころ、どういうおならが面白いかということを水川さんと話し合ったりもしていましたと告白し、 さらに台本約7ページにも及ぶ、夫婦喧嘩のシーンについては、二人きりでがっつりやる、会話劇もなかなか経験したことがなかったので、非常に楽しく撮影を終えることができましたと話していた。イライラを募らせるキャラクターが多数登場するため、ストレスの解消法はという質問が飛び出すと、食べること。それと現場で、撮影機材を見るのが好きなんです。 カメラを見ているだけでもストレス発散ができます。今一番欲しいものは、箱馬ですね。かっこ笑いと、ちゃめっけたっぷりに切り返した水川。小泉と小池は、バラエティや情報番組への出演で、気分転換できます。特に時間通りに、きっちり終わる生放送のお仕事がいいですね。小泉、あまりストレスはたまらない方なんですが、仕事終わりの晩酌ができれば、それで十分です。 小池と答えていた。我が家の問題は NHKBS プレミアムで2月4日から毎週日曜午後10時放送全4回。